疲れ様です。2年目の6月7日からスタートしたいと思います。お分かりの通り寝起きでございます。おはようございます。今日の実況はもう一言も喋らないかもしれません。試作ゲームのデバッグ月曜から土曜、すごいな、フルでやるんだ。なんか前もこのゲームのデバッグのアルバイトみたいなのがあった気がするんだけど、これデバッカーのイケメンとか出てくるのかな。一回出てもそんなことがあった記憶はないけど、ね、あー浴衣ね、浴衣持ってたっけ。こいつはすごい浴衣押してくるな。彼の視線を一目中おはようございます。ただいま朝の4時半でございます。今日も元気にやっていきたいと思います。あったわ、彼氏の目線の独り占めみたいなことを言うけど、そんな喜ぶもんかね、浴衣着てきて。とりあえず光一くん声がガシャガシャじゃんとりあえず光一くんの好感度が前回上がったから、あ、体育祭か、じゃ運動しとくか。今回はルカくんの好感度上げてこうって話だったな。よし頑張るぞ。起き抜けに体育祭はちょっと辛いかもしれない。さてと何の競技に参加しようかな。うわー参加したくねー。教室、クーラーが効いた教室で見てて、でもせっかくとかするか。うわまた俺血管切れて入院するぞ。起き抜けに体育祭はどうしようかな。あれ前回大玉転がしたっけ。じゃあ右に選択しちゃうぞ。これ出るときってさ、突然出るかどうか決めるんだね。の、見やがった。ああ、まあそうだよな。おい、お前、俺と組め。はい、ありました。へえ、助かった。こっちのことだ。行くぞ。まあな、こうやって他の人とも組んでるとこ見せないとな、ルカ君しか友達いないんだろうなと思われるしな。パートナーの右左の掛け声に合わせて L ボタン R ボタンを交互に押すと走れます。失敗せずに押し続けることで加速することができます。息を合わせないと転んでしまうので気をつけましょう。最初は右からです。はい、 OK です。位についてよー、はい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 、右はい左はい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 左はい左はい右はい関係ないじゃん、左右すぐ走ってんじゃん、右左あ右はい左はい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 左はい。一番良くない2位3位が一番良くない。なんだか微妙な結果だな。おい、みんな思って、俺も思ってるし見てる人もそう思ってるよ。ごめんね。ちくだらねえことでいちいちへこんでんじゃねえ。まあ、1位を取るかもう転がりまくってもうバラバラになった状態で変身する前のゲッターワーみたいな、ゲッターローみたいなぐらい獅子がモデルぐらいしないと派手さがないよな。最後はフォークダンスそろそろ始まるみたい。体育祭で最後にフォークダンスをやる学校ってあるんですかね。ほら手出せ踊るぞ。いや、小一くんとかルカもたくさん出るんだな。お
そのちゃん、俺と踊ろうぜ。藤山君、おっす。藤山君、やっぱりそんなに涼しくならんだろう。それを、その袖はもともと半袖なんだろう。あれ、たまちゃんは案外好感度なかったんだよ、たまちゃん。ちょっと電話かけるか、ルカピッピに声をかけるか。もしもし。もしもし、ルカピッピ。うん。出ていく。6月だ。ちょうど今と同じぐらいだね。私、6月って、この祝日が何もないし、ジメジメしてるし、一番最悪な日だと思ってるけど。こういう日ってどこ行く？あ、温泉プールとか行く？ちょうどなんか生ぬるい感じで、いいんじゃない？いいよ。お、いいじゃん。遅れたらごめん。そんじゃ。そうか。水着か。シック。あとサングラスかけりゃいいだろ。流行ってるし。あ、シックじゃなかった。シック。帽子かぶればシックなのかな？とんがり帽の。シック。もうわけわかんないじゃん。パーティーストールと水着なんなの？ジャバジャバになっちゃうよ、ストールが。ちょっととんがり帽子をかぶっていくか。ちょっとフォーマルな感じでいくか。これで迷子になってもわかるもんな。早いね。あ、普通だな。アメリカの警察官みたいな服だな。あれ、お、いけいけ、押せ押せ。何、押せ押せ、理想のいけいけ、高一高一。よし、泳いじゃうぞ。意外にそういうプール系好きなんだね。にっこり笑っとこう。疲れた？いや、はやはや、まだ泳いでもない。おお。でもこの羽ばたき師ってすごいよな。プールとか動物園牧場もあるんだもんね。そのちゃん、泳げるんだっけ。お、髪の毛アップしてるじゃん、トノ。いいじゃん。羨ましいよな、髪長いやつって。こういうなんか遊べるもんな、髪の毛で。遊べるもんな、髪の毛。一連のセリフすげえ派手みたいだったけど、俺髪短いから声できないんだよな。何、いけいけ。疲れた？早い。泳げない人並みには水泳なら任せて。でもさ、わけわかんないよね、プール行こうよって泳げないのって。泳げないから教えてほしいのって言うならわかるけどさ、泳げないのはおかしいよ。うん、人並みには。まあ、普通な。すげえなら任せてよ。どうすっかなぁ。まあ、一緒に遊べる方がいいんだよな。任せなさいよ。よし。じゃあ、とりあえず、50メートルプールでレースだ。やっぱ、ルカはあれだな、勝負事が好きっぽいな。もたね。何が？面白かった。横綱してね。プールなんかもう久しぶりないわ。はいはい。小学生みたいだ。いいけどさ。これ分かったわ。左上のハートの大きさによるな。左上のハートがちっちゃかったらあんまりグイできねえんだ。私は理解したよ。珍しいじゃん。楽しかった。また遊んでねえだって。小学校の同級生みたいなの出てきた。バンビ、一緒に帰ろ。帰るか。名前なんか違うのにする。そうそう、ちょっとカレン、ちょっと思い切ってカレンにしてみる。カレン、お、いけそう。な
アイディア、そこでくっちゃん。やっぱりあだ名とかそういうのと呼べるとなんか距離が縮まった感じでいいな。逆にカレンって呼んでちょっとそれはって言われたらへこむけど。ところでカレン、何何難しいよな、この呼び方を変えるタイミングってのは。趣味はどうせあれファッションでしょ。そうだな、趣味も仕事も区別がなくなっちゃってるけど、可愛いものを買い買いすること?そうなんですか。可愛いもの、ぬいぐるみとか。そうそう。服とか小物とか。そうそう。あとは可愛い動物でしょ、可愛い花でしょ、でもなんといっても可愛い女の子だから今は趣味の時間楽しそうなんだこの人。今週はバッチリ頑張ったよね。ここんとこ気合い入れてんな。勉強いいから答え教えろ。やったね、やったじゃねえよヤンキーに絡まれただけやぞ。もう眠さになったこれは悪魔神官ぐらいあるだろ。エスタークの部下だろ。これはレベル3は7月4日に臨海公園に行かない。いいよ。やった。誕生日か、買いに行くか。寝台特急のヘッドマーク、ハズキへのポスター。毎回やんな、ハズキへのポスター売れ残ってんじゃん。前回と比べてもガジレットのレンジャースーツ。あー、あいつなんかヒーロー好きそうだよな。ヒーローだからねみたいなこと言ったもんな。だからどうでコスプレが好きなのか。しかも学校か、私の恥ずかしいぞ。あ、ソノちゃん、これプレゼント。俺に。まあ、あげる。なんかよくわかんないけどあったから。これどうやって持って帰るんだよ。どうかな。いい、すげえいいやっぱこいつヒーロー願望があるのか。ほんとやった、みんなに自慢してこよう。恥ずかしいからやめよって。あ、レベル下がった。あ、降格した。下がることもあるんだね。まあ、とりあえず目痛いけどビビッとにしとけばいいんじゃないの。確かあいつなんだっけ、ナチュラルだっけ。まあいっか。なんか緑とか青の方がなんかかき氷みたいで美味しそうだし、多分違うろ。早いね。おお、タンクトップじゃん。またお前それ高一のお下がりちゃうないのあんまりお前の趣味とは思うんけどそれ。あれどうした、とぼりえてる。その服さ、はい、ごめん、悪くはないけど微妙に合ってない気がする。ああ、ビビってあんま好きじゃないのか。意外だな、なんかこういう分かりやすいなんか明度が高い服が好きなのかなと思ったけど、そうでもないんだな。じゃあ遊覧船乗る。うん、いいけどあんま好きじゃないんだな、意外だな。何触れてる。何、はいはい、強いよ、ヒーローだから。ちょっと脈絡が分かんねえんだよな。なんかあんま乗り物とかしないのかな。沈まないよねこれそれは分からんけど。何、髪も不死身だぜ。どういうこと本当にどういうこと、派手ないってこと。それはすごいけど。いいなあ遊覧船って。
一度乗ってみたかったんだお前なんかやっぱ乗る前と乗った後でテンションの差がおかしいよな。あんなに乗る気しなかったのに。見える？お、何？どうぞ。おねだり？いいよ、もっとくっつこうか。塩の香りがするね。風が強いよ。お魚食べ放題まだ遊覧船でお魚食べ放題とかあるの？お魚食べ放題まだ。もうすぐだって。俺も気になってさっき聞いといた。あるんだね。あれ、なんだろう。来る、もっとじらしてる。いて、愛の鉄拳いたずらってビンタのこと？面白かった。それはよく存じた。ん？俺も遊覧船乗りねえな。もっとこっち。おいで。じらし。いて。愛の鉄拳？往復便だ。そんじゃ、また。お、なんか豆やつな、お前は兄弟。楽しかった。またデートしよう。おやすみ。だって、あ、ちょっと中学生にランクアップしたな。小学校2年生男子から中学1年生が2年生男子にパワーアップしたな。あ、テストか。ギリギリ学力70届かなかったな。もう幸先が悪すぎる。芸術はいいんだな。あ、ちょっとこれは勉強した方がいいですね。いや、見るの怖いな。全部バスだったぞ。うわー、赤点ないけどもだ。やばい、藤山に追いつかれる。でも50点台でバスなのな。まあ一応そりゃそうなのか。俺にとってのバスはもう赤点だけどな。おい。はい。お前どこだ。へえ。ま、こんなもんだろ。悪かねえけどよ。怠けねえでちゃんと勉強しろ。わかったな。おお。お前が言うな、先生点第3位なんだけど。いや、まあ、前回の実況でも言ったんだけど、この高一の好感度上がったから、ルカの好感度負けて、こう、戦わせようみたいな話だったけど、個人的にはね、その、全員の好感度上げて、もうバトルロイヤルみたいにしちゃうわけ。一つの無人島の中に、この、攻略キャラを全員入れて、うん、何？戦わせたわけ。仮面ライダーリーチみたいに。で、最後に残ったものが告白タイムで、できるんだけど、磯野は全員を振るみたいな、そういうことをしてるわけ。花火大会行く？遊園地だっけ？花火大会行こうぜ。ああ、その日俺ダメ。はいはい。あ、限界しかあったわ。遊園地はナイトパレだったわ。バンビ、見つけた。お久しぶり。今度の日曜日、羽ばたき山の人が多いところに行くのがいい。本当はでももう誘えないんだけどそれ。羽ばたき山の人が多いところに行くの。これバンビも来て。あ、そういうこと。やった。来る。どうする？行く行く。じゃあ今度の日曜日忘れないで。なんかロダジンさんがそういうの誘ってくるって意外だな。あんまりアクティブなイメージないけど。しかもこのゲーム的に多分しっかりちゃっかりロボでダンス誘うんだろう。カレン可愛いもんしてたもんな。あ、アンティークのニードルレースにするか。このニードルレースなんなのか分かんないけど。
全く分かんないけど。もうね、このゲームに出てくる用語ね、分かんないことが多い。キュロットパンツも分かんないし。バンビもうどうしたの？急いじゃって。頼め。あー、もうそんな仕草で渡されるとさ、キュッときちゃう。ブリッジしてるの？もう完璧？バンビのセンスって私大好き。へへ。おい、どうした？今帰りか？そうだよ。どうしようかな。こうちゃんとかにしてみる。へえ、こうちゃん。いよ、いえ、いえ。そうだよ、こうちゃん。え？今よ。なんつった？やべ、怒られた。まあ、お前がそう呼びてえなら、それも。いや、なしだ。なしか。ダメか。まだダメか。バンビ、来る時間も星の導き通り。星ってすげえな。よう兄弟かい。小石くんも誘われたんだ。ああ、俺はおまけだよ。うぇす。見慣れたメンバーだな。本当にな。これで全員出発。宇賀神さんも若干俺の実況見てるもんね。YouTube で見てる可能性あるぞこれ。まずはジェットコースター。磯野はきっとこの状況を望んでいる。道連れを選んで。キャラクターセレクションっていいな。とりあえずこのバチバチ関係を、対立関係を作るためにこの工具のテックか、ルカとコウイチで。そう、分かった。なんで若干嫌そうなの？そっか、余った方と飲んなきゃいけないから。おい、さっさと飲んぞ。なんだろうな、この田舎のヤンキーカップルみたいなのは。ドンキーホーティーにそうだもん。いいね、一番前だ、行こっか。遊園地の規模すごいな。一番前っていうか、せめて横に座れよ。次はメリーゴーランド。ちょっとメリーゴーランド。おい、メリーゴーランド前の更新だぞ。ちょっと待って、更新。メリーゴーランドはルカの方がいいんじゃないか。最後に更新していくか。そう。なんか意味深な意味浮かべるな。マジかよ。いいね、メルヘン、行こう。前に合うよな、馬。馬ちゃうんかい。これで最後。じゃあここで二人とも、多分兄弟二人とも、そう、選んで。あ、ルカな、今日はルカなんだろうなって思うんだけど、ここでこういつもる。そう、なるほど。アイコンタクトしたな、今宇賀神さんと。今の俺の一覧の説明が 0.1 秒でアイコンタクト伝わったの、宇賀神さん。そういうことね、こちろ。オッケー、ミオちゃんね。はしゃぐな、ガキじゃねえんだからよ。心なしかちょっと嬉しそうだもんな、こうちくん。そうでもなかったわ。日が落ちる。
解散いや、淡々としてんな。観覧車意外に揺れるから寝れないんだよな。悪かねえか、たまには。ああ、楽しかった。満足満足。よかったね。どう？楽しかった？まあ、悪くはなかったですよ。いい笑顔。私も楽しかった。帰ろう。よかった。これ、あれだった。今回なんか女の子同士のライバル関係なさそうだな。こうやって見ると。さすがにこの乙女ゲームでなんか寝取られるみたいな好感度高いやつが親友に寝取られるとは多分ないだろ。その胸クソ関係は、まあ、ライバル関係ない方がなんか心苦しくなくていいけどな。じゃあ今日はここまでにしようか。